不安なところもあるし、そういうところもあると思うんです。だから、まあ、やっぱり励ます言葉っていうものはいつも声をかけてますね。ただ今回のオリンピックに関しては、やっぱりより、いろんなたくさんのものをこうやっぱしょってますので、彼はその中国代表としてもそうですし、うん、そこのその責任感も絶対感じてたと思うんですけども、だけどやっぱりあそこで彼に、やっぱり言いたかったのは、本当に別にそんな狙って言ってはないんですけど、もう本当にもうあの時にはもうちょっとそのテクニカルなところの注意点というものを伝えて、あとはもう本当にもう I love you っていう言葉しか出てこなかったですね。